こんにちは。競馬文書チャンネルのたおいです。今回は10月1日日曜日の勝ち上がりに際は評価をやっていきたいと思います。評価基準は以下の通りです。10月1日日曜日、阪神2レース2歳未勝利芝1400メートルの勝ち馬はアスティスパンスプマンテでした。評価点は1.8点となっております。スチロードカナラは母アーラサルーテ 立東杉山厩社所属、馬主は吉田勝美さんで生産はノーザンファームです。この馬に関して2点をつけたドランさんは、スローすぎるペースで展開が向いた、姉妹11.4、11.4のラップは評価できるとコメントしています。また1点をつけたヒスイさんは、穏やかに流れてこの馬に向いた、主な半身で11.4、11.4と刻めたのはいいとコメントしています。そうですね、まあ、2人のコメントにもある通り、 まあ、道中はかなりドスローだった印象で、まあ、最後、姉妹の2波論勝負だったっていうのもあって位置取りがそのまま結果の差につながったのかなというレースでしたで、まあ、ただ、まあ、今日の阪神は、まあ、やや荒れ気味のババだったことを考えると11.4、まあ、11.4という姉妹のラップ切れ味自体は素晴らしいものではあったのかなというふうに思いました。 また、荒、まあ、あれ気味のね、内を通って伸びるパワー、急坂も含めたパワーっていうのは魅力的だったかな、というふうに思いました。まあ、1004からマイルぐらいで活躍できるかもしれないかなと思います。10月1日日曜日、中山2レース2歳未勝利、芝1600メートルの勝ち馬は、オーサムストロークでした。評価点は2.3点となっております。 父エピファネイヤ、母グランドクララ、ミホ伊藤厩舎所属、私はライオンレースホースで生産は秋葉牧場です。この馬に関して2点をつけた K さんは、内前有利の馬場をマイペース逃げ、で、上がりと着差的にメンバー内では抜けていた、とコメントしています。また3点をつけたタオイは、きつめのペースを逃げて上がり最速、坂でも失速せず最後まで11秒台で仕上げたのは優秀、とコメントしています。そうですね、まあ。 このレースに関しては、まあ今日の場、中山は、まあ普段より若干時計かかるかなぐらいの、まあ、9月の高速馬場と比べれば若干時計かかってるかなぐらいの馬場かなというふうに思ったので、まあそう考えるとタイムとしてはまずまず悪くなかったのかなというふうに思いました。で、まあ、きつめのね、ペース、 っていうほどきつかったかと言われると微妙なんですけど、ま,あ、まずまずのペースを逃げて、まあ、後ろにも足を使わせた上で上がり2位で突き放すっていう内容だったので、まあ、メンバー内では間違いなく一番強,い強かったのかなというふうに思いました。また、急坂でも失速しておらず、まあ、最後も11秒台の足を使えたので、これはかなり好印象だったかなというふうに思います。まあ、ラップ的に、 マイル路線で期待したいんですけども、まあ、クラシックでも十分やれる素材なのかなというふうに思いましたし、個人的にはすごく期待している一等です。10月1日日曜日、中山サンレース2歳新馬、下馬1200メートルの勝ち馬は、ジューンブレアでした。評価点は1.5点となっております。父アメリカンファラオ、母ラップオブラグジュアリー、立東竹秀久社所属、馬主は吉川さんで、生産はダイヤモンドクリークファームです。 この馬に関して2点をつけたドランさんは、うちで溜めれて伸びも良かった。ただしメンバーレベルやレースレベルは疑問とコメントしています。また2点をつけた K さんは、2ゲームは捉えて差し切った足は良かった。ただタイムは収めで距離伸びていいかも読めないとコメントしています。まあ、そうですね。タイムがこのレースは結構遅くて、まあ、この馬自体は追われてから反応良くて余裕持って最後差し切ってるので、その辺は良かったかなというふうに思いましたけど、 まレースペース自体も緩くて、まあ、打ち終わったりもありましたしまあ今後意識した時に短距離なのかマイルなのかっていうのも今回のラップ的になかなか距離的にも次の路線をちょっと選択しづらいっていう内容だったので、まあ、低めの評価になりました10月1日日曜日阪神5レース2歳新馬芝 2000m の勝ち馬はカズゴルティスでした 評価点は1.3点となっております。CRI, ハースネガエクスプレス、立東杉山急所所属、パヌシア外苑工業で生産はノーザンファームです。この間に関して1点をつけたタオイは、マイペースで逃げた分残った、少し力は良かったが姉妹バテ気味、とコメントしています。また2点をつけたヒスイさんは、ババを考慮すると悪くないタイムでタッチウッドより早い、前で粘りを見せたのが良かった、とコメントしています。そうですね、まあ、タイムに関しては、 オモババこの時はオババ、やや重ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そう考えると悪くないタイムではあったのかなというふうに思いました。まあ、ただ、マイペースでこの馬が逃げれたんで、その分で正直残れたかなというふうに思いました。まあ、抜かされない底力、最後ね、あの直線で底力は良かったんですけど、ただ、まあ、狭いラップを見るとバテ気味で、そういった意味でも、あまり高くは評価できないのかなというふうに思いました。 10月1日日曜日、中山コレース、二歳新馬、芝1800メートルの勝ち馬は、スティック・バイ・ミーでした。横点は1点となっております。父・チルー・ラシップ、母・モルト・フェリーチェ、日本伊藤九社所属、馬主は日清ホールディングスで、生産は中田秀樹さんです。この馬に関して1点をつけた計算さんは、1000メー65.0はペースが遅すぎる。前にいた馬が勝つのは当たり前、とコメントしています。 また1点をつけた田イは、ドスローからニハロンのみの上がり勝負、前半遅かった割に上がりも遅いとコメントしています。そうですね、このレースはタイムもさることながら、まあ、1000m65.0 という、まあ、かなりのスローペースで、本当にしまいその後のニハロンのみの勝負になったので、結果的にもう好意の馬が残るっていう形になったのかなと。さすがにこのペースだと。 後ろの馬はそれはしんどいよなっていう内容でしたしまあ本当に一置りだけだったのかなというふうに思っております10月1日日曜日中山8レースサフランシー芝 1600m の勝ち馬はスプリングノバでした評価点は2.3点となっております父カリフォルニアクローム母ブランカリット。 球種所,所属、話は橋本宏さんで生産はハットリ牧場です。この馬に関して2点をつけたドランさんは、よどみない流れで消耗戦になった、特別レベルの高い内容ではなかったとコメントしています。また2点をつけた翡翠さんは、例年のサフラン賞に比べるとタイムの内容も物足りないとコメントしています。そうですね、このレースは、まあ タイム自体は馬場考えると悪くはなかったかなとも思ったんですけど例年のサフラン賞と比べるとやっぱりまあ遅い決着タイムだったかなというふうに思っておりますでまあ馬場がねそのちょっとなかなかつかみにくい馬場だったので何とも言いづらい内容ではあったんですけど、まあ、ラップ的にはかなりの消耗戦になって上がりのかかる展開になったのかなと でまあ、最後に関しては、まあ、パワーのある馬がそのままある程度好意につけたパワーのある馬と、まあ、ステレン・ボッシュもまあそうです、ね、どっちかというとパワー型っていった印象なのでそういった馬が伸びてきてたたきゃいいという形になったので、まあ、中山に対する適性とかもあったのかなというふうに思っております、まあ、個人的に 極端に悪い内容ではなかったのかなというふうに思うんですけどまあクラシックっていう点を考えたときにどこまでつながるのかなっていうところを考えるとまあちょっと疑問な内容ではありましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします